どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA フライングホールチャーターフライトキャンペーンっていうのがね開始しましたので、こちらね解説ねしていきたいと思います。こちらですね、 ANA フライングホールに乗って日本上空をね周遊するツアーっていうことで、 ANA のね、フライングホールは成田空港からねハワイ路線に導入されているエアバス380で、現時点はですね成田空港からハワイ路線のみにね導入されている飛行機という風になっておりまして、こちらね体験できるっていうねツアーっていう風になっております。またねこちらのキャンペーンのね周遊ツアーなんですけども、記念品の贈呈とかね、テレビ撮影とかもね、行われるということで、かなりね盛り上がるのではないのかなっていう風に個人的には思います。こちらのキャンペーンの詳細ですね、応募期間が7月の22日の13時から7月の27日の9時までという風になっておりまして、こちらはね応募して当選するっていう形になっておりますね。この点もね覚えておくようにしてください。こちらの当選結果は7月の30日から7月の31日までの間にねメールの通知が来るっていう風になっております。で、出発日なんですけども、2020年の8月の22日の土曜日っていう風になっておりまして、出発空港が有田空港、使用機材はエアバス380ということで、キャンペーンの公式サイトの画像はこういう風になってるんですけども、都合によりね別機体となる可能性があるということですんで、そちらを覚えておくようにしてください。で、当日のね日程なんですけども、成田空港11時から12時半までにチェックイン、14時頃に成田空港を出発で、周遊飛行が90分という風になっておりまして、16時頃に成田空港にね、到着して成田空港解散という風になっております。次にねキャンペーンの特典なんですけども、1つ目が搭乗証明書がもらえます。2つ目に記念品の贈呈ですね。こちらちょっと画像を出しておきますけども、こういうものがねもらえるっていう風になっておりまして、3つ目がフライトマイル380マイルがもらえるということで、こちら付与されるんですけども、こちらねプレミアムポイントとかねライフタイムマイルとかね、そういうものは対象外っていう風になっております。で、4つ目なんですけども、アロハシャツ着用のお客様および、お子様はですねフライングホールの飛行機風船をねプレゼントということになっておりますんで、ぜひね参加される際はですねアロハシャツ着てね行っていただけたらなというふうに思います。またねビジネスクラス、ファーストクラスのお客様にはですねアメニティがもらえるということで、ビジネスクラスの方はフレッド、シーガルコラボレーションアメニティキット、ちょっとね読み方がわかんないですけど、サーモマグフライングホールアンブレラボトルっていうのはねもらえるっていう風になっておりまして、ファーストクラスの方はロープトロッターアメニティポーチセットとハイドロでいいのかな、ハイドロフラスク ANA ハワイボトルキャップセットっていうのがね、もらえるっていう風になっております。またねビジネスクラス、ファーストクラス利用した方には5000分のね ANA の旅行券も追加でねもらえるっていう風になっております。次にね価格ですね、クラスと座席の場所によってね利用料金ね分かれておりますんで、この点はね覚えておくようにしてください。あとね座席と料金ね画像出しておきますけども、こういう感じでですね座席と場所とクラスですね値段が分かれているっていう風になっておりまして、ファーストクラスの場合は5万円、こちらはですね通路窓際の指定ができませんという風になっておりますんで、この点を注意していただくのと、最大2名までの申し込みとなりまして、2名様でね申し込みの場合は前後列になる場合がありますという風になっておりますんで、この点は押さえておいてください。ビジネスクラスなんですけども、窓際通路側でですね値段が変わっております。こちらも最大2名までね申し込みができるようになっておりまして、窓際を2名で申し込む場合は前後の列になってしまう場合があります。プレミアムエコノミーとエコノミークラスですね、こちらも窓際通路側で値段が変わっておりまして、特にねエコノミークラスなんですけども、3つのね価格帯に分かれておりまして、窓側翼の上通路側っていう風にねなっておりまして、こちら注意していただきたいのは翼の上っていうところですよね。窓際を選択してもですね翼の上ということで、外の景色はねちょっとほとんど楽しめないのかなっていう風に思いますので、申し込みする際はねこちら注意して申し込むようにしてください。最後にですね、この運賃に含まれているものということで記載があります。運賃代金、搭乗証明書、記念品代金、国内旅行の施設使用料、消費税等々もこちらに入っているという風になっておりますので、その点もね覚えておくようにしていただいて、
て注意事項ですね。お子様料金の設定はありません。3歳以上のお子様には座席が必要というふうになっておりまして、 GoTo トラベルキャンペーンね、こちらは対象外商品というふうになっておりまして、参加後のねマイルの積算はできませんというふうになっておりますので、申し込みする際はですねマイルの登録ね確実にするようにしていただいて、座席番号なんですけども当日案内ということで希望も出せないっていうふうになっておりますので、この点も注意が必要ですね。またねこちらの周遊フライトでは90分ということで、まあ期待される方っていうのは少ないと思うんですけども、機内食のサービスはありません。ドリンクサービスのみというふうになっておりまして、またね座席の寝具、枕、リラックスウェアなどね、まあ、そういうサービスもありませんし、カウチシートっていうのがこのエアバス380にはねあるんですけども、そちらのベッド利用っていうのもね、残念ながら利用することができません。またね手荷物なんですけども、機内ね持ち込めるサイズのねものは、まあ、持ち込みすることができるんですけども、預かり荷物っていうものは基本的にはできませんので、この点はね注意していただきたいなと思います。まあねさすがにまあ周遊フライトでね持ってくる大きいスーツケースをわざわざ持ってくる方、まあ、いらっしゃらないと思うんですけども、ちょっとね自慢のスーツケースとかね持たれてる方はですね、まあ、ちょっと注意が必要かななんてね、思ったりも、しております。ですのでまあこれね持ってきて預けられないっていうのはね、まあ、当日分かってしまうとですね有料でね空港のロッカー等々に預けなければならなくなりますんで、この点はね注意していただけたらなっていうふうに思います。またねステータスを持たれている方でね気になっている方いらっしゃるかと思うんですけども、空港ラウンジだったりとか優先チェックインカウンターとか保安検査場の優先とかね、あとね搭乗に際しての優先搭乗とかね、まあそういうのは全て利用できないっていう風になっておりますんで、まあこちらね開始がまあ11時ぐらいから、まあ、解散がまあ16時ということで、ちょうどお昼ご飯のね時間にまあまたがってるわけなんですけども、食事のサービスはね一貫を通してまあされないっていう風になっておりますんで、空港のラウンジとかでね、まあ、済ませようっていうのはできませんので、まあ、その点はね特に注意していただいて、利用してみていただけたらなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回はですね ANA フライングホヌ、チャーターフライト周遊ツアーをですね解説させていただきましたけども、まあ、私もですね昨年ハワイからの帰国便でですねこちらフライングホヌね、搭乗させていただきましたけども、かなりね良かったですので、もしねフライングホヌ乗られたことない方はですね利用してみてもいいんじゃないのかなっていうふうに思います。またねこちらの料金に関してなんですけども、申し込みをして当選された方がまあ支払うっていう形になっているんですけども、ある程度ね ANA マイル持たれている方で、あの ANA スカイコインとかね交換してもこちらね利用料金に充てることをねできますので、 ANA マイルねある程度持たれている方、まあスカイコインねちょっと余らしてるよみたいな方はですね利用してもいいのではないのかなっていうふうに思います。こちらねちょっとわからなかったのでデスクの方にね確認させていただいたんですけども、当選メールが来てからですね ANA スカイコインのね利用したい旨を伝えれば ANA スカイコインでね決済することも可能というふうにねデスクから回答いただいておりますので、ぜひねそちらも利用してみていただけたらなというふうに思います。今現在ねこのハワイ路線っていうものは運休してしまってですねちょっと利用することができませんので、もしねあの気になっている方、またね ANA フライングホヌ乗られたことない方はですね、通常のフライトとはねちょっと違うものになっているんですけども、まあ、テレビの撮影とかも入るということで、まあ、かなりね個人的には盛り上がるのではないのかなというふうに思いますので、気になっている方はねぜひ申し込みされてみてはいかがでしょうか。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が気に入った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私の動画はですねこういう ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイ、ホテルのことなんかね発信させていただいておりますので、もしねチャンネル登録されてない方はねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。